はい、どうも、サオでございます。今回はね、覚醒力来たので、ちょっと覚醒力を育てて、アリーナやってみたんですけど、ちょっとね、これ今、どうなんだろうね。耐久パワーちょっと厳しいのかもしれないですという感想です。まぁ、ちょっと、まだルーンもね、不完全で、レベルもね、売っちゃったんで不完全なんですけど、まあトパーズがね、無駄になるんで、火力パー使ってる人は別に火力パーの脅威はないのかなって、現時点では思います。それでは、いろんなパーティーとね、まぁ、ちょっと、ルビーないんで、アリーナできないんで、まあ、一応4500なんですけど、さっきまで4600だったんですけど、耐久パー使って、下がったね。火力パーティーですね。で、まぁ、ジャックをいる場合といない場合は、あんま変わんないんですけど、まあ、結局、編成は、カーリンワンバックがいいのかなって感じで落ち着きました。あれ、シールドが先に行かない。あね、ライアンとスパイクを後ろに置いて、スリーバックにして、ライアンがね、効果力でちぎるの方をね、使えるっていうね、編成も結構強いんですけど、火力パーに勝てない。耐久パーには勝てる。で、スパイクをちょっと後ろに置く2バックだと、まあ、今度ね、耐久に勝てないっていう、なんかこの、なんとも言えない感じのパーティーですね。で、ミコちょっと36の、まあ、ルーン7で、まあ、若干弱いんで、まあ、スパイクを中心にこのまま編成していけたらいいなと思ってるんですけど、なんか最適解あると思うんだけどな。クリスとかね、即死、クリス持ってる人は、上位の方がやってる即死パーティーは結構強いですね。あれできないんで、なんかもうちょいなんか面白いパーティーないのかなっていう。で、ライアンがね、ちょっと、ノーブルスターと、ズボーンの方で、ワンパンされてしまうので、後ろに置くと。なんで火力パーに弱いんですね。で、やっぱりライアンが物理ダメージ免疫しか持ってないので、ここをね、ラブレザルに変えて、即死でね、倒せるようにすれば、耐久パン A の対策にもなり、で、魔法の軽減もできますよね。20% ですけど。まあ、ライアンよりは硬くなるのかなって思ってます。まあ、これはね、カイルには硬いんですけど、まあ、なんとも言えないかな。で、結局、耐久パ同士で当たると、バッテリー。耐久パ同士で当たると、最後の最後に固定ダメージか、アタッカーがスキル打った方が勝つっていう、いわゆる耐久パのクソゲーで、まあ、全然やってて面白くなかったんで、まあ、なんかもうちょいね、いい編成があればいいんですけどって言って、まあ、このカリンワンバック割と、一番耐久パの中で勝率は良かったです。まあ、こういう風にね。ライアンいないと、回復量がね、下げられないと。ま、いろいろとこのね、トパーズを使用させてくる運営の罠にかかってるわけなんですが、まあ、ラムレザルだと、回復量も下げられますし、火ダメ、前列の火ダメを抑えて、即死と即死の即適用のスキルを持っているので、まあ、割とありなのかなと思ってます。ラムレザルがね、あと3枚なんで、3枚揃う次第動画撮りたいかなと思ってます。で、あとは、僕がもともと使ってたオルリの変速パーティー、中速の変速のパーティーですね。まあ、動画とかブログ下から見ていただければわかると思うんですけど、あれでね、ルークの、シールドと、あと、無効化、敵を倒した際の無効化掛け合わせればめっちゃ強いんじゃねって思ってやったんですけど、まあ、黒編成よりはね、勝率悪かったですね。まあ、もちろん、そりゃそうなんだと思うんですけど。まあ、面白そうだなと思って、ダメでしたね。まあ、今回、ね、ネガティブなことばっか言ってますが、ま、いろいろ試したんで、まあ、皆様にはトパーズをね、節約してもらいたいと。なので、試したパーティーをね、ひたすら述べながらアリーナやってるっていうことなんですけど。まあ、すげえめっちゃ寝るじゃん。最近睡眠の確率上がりましたよね。結局ライアン強えなと思ってライアン入れてしまうって。で、ライアン一発で落ちる弱えなって外すって、このトパーズ追いつくかっていう話なんですけど。まあ意外と火力パーティーにもこういう風に
勝てるんですよね。で、まあ、耐久パーティーと戦うと本当にクソゲーになるので、まあ、途中スキップするかもしれないです。ちょうどあのツバッサーが一緒にいろいろ試行錯誤してるみたいで、あのパーティーがゴロゴロ変わり合うっていうやつなんですけど、てかあのこれちょっとバランスと攻撃見ないでほしいんですけど、あの基本人権もちょっと育てたんで、基本人系の時の耐久パーとの戦いもちょっと見てほしいんですけど、まあ、これ今後ね、もっと硬くなれば基本人系いけるかもしれないのと、まあ、チャンスラーですよね。チャンスラー後ろに置くのはめっちゃありな気がするんですよね。このライアンのところに。それもあり。てか、ライアンのところを何に変えるかって話ですね。で、カルマのところを、ユージに変えると、まあ、中途半端な即死パーティーになるんですけど、まあ、僕の編成だと本当に中途半端で、やっぱ上位の方がやってるあの、仮抜きの即死パーティーを組める方は、あれをね、やっていただければいいんですけど、うん、まあ、このライアンの枠をどうするかって話で、ね、候補としては、ミコ、ああ、終わった。ミコ、あとはなんだろう。ミコ、ちょっと待って。あ、ミコか、クリスか、ラムレザルか、エスパーダか、っていうとこっすね。まあ、それに最適解があるのかっていうとわかんないんですけど。で、凍結対策してなかったっけ？ん？カルマ凍結すんだっけ？あれ、アクセ変えたんだっけ？わかんないけど。出血。ルークの固定ダメージ、意外とね、あんま食らわねえなって感じするんですけど、ね、凍結をね、解いてくれないとやばいんですけど、まあ、このシールドの仕様をちょっと話し忘れましたけど、このシールドの仕様は、まあ、マイクロやってた人はわかるかもしれないですけど、まあ、ウィズのシールドって言えばわかると思います。で、このウィズのシールドは何だっていうと、まあ、単純に HP を3000プラスするっていう話ですね。まあ、この3000超えるダメージを受ければ、その分の差し引き分のダメージを受けますしっていう感じの仕様になってます。だから、毎回3000分ダメージを軽減したりするわけでもなく、3000以上のダメージを免疫を与えるわけでもないので、まあ、そこをね、考えて、やってみてくれればいいんですが、ああ、これはひどいね、やっぱりさ。いくら凍結しようがこの感じですよ。HP 減らないんですよ、こっちも。相手も。こっち攻撃できないから減らないし、なぜか、こっちも減らないしということで。まあ、これはまさにクソゲーですよね、これは。ナイツが面白い、面白くないよ。別の人、これクソゲーでしょ、この、即死パーティーじゃんや。編成、ん？耐久パーティー同士。で、スパイクがね、めっちゃ増えたんだよね。結局スパイクが必須なのかな。うん、火力パーティーを抑えるためにはスパイクの凍結めっちゃ必要ですからね。何これマジで。即死パーティーはね、結構耐久パーティーに強いですよ。あんま勝てないかったですね。うん。まあこれ見てわかる通り、まあ、どうなんだろうというやつ。あ、いいね。めっちゃ食らうやん。やっぱり。あ、で、ライアン君行けば。あはっていう感じですね。今固定ダメージ勝ててれば、打ててれば俺の勝ち。打ててなかったから今負けたって感じ。この、運。最後打つかどうか、みたいな話になってくるのって、まあ、これはね、防御陣形にしたところで変わる要素ではないのかなって思います。もう11分もなってる。最後にちょうどよかった。ジャック王との戦いを見せたかった。まあまあ負けるか負けないかは結構半々です。で、カリンがちょっとルーン触れてないんでワンパンされる可能性があったんですけど、大丈夫そう。ヒール。ね、こう展開が遅いから僕あんま仮に入れたくないんですよね。で、光来るかな？光の盾。で、3000アップ。で、ノーブルで、まあ、ライアン買わせれば結構でかいんですけど。まあ、あと、ルークが結構脆いっすよね、これ見てると。36ってのもあるんですけど、やっぱ後ろに置いたら、火ダメージダウンもつくんで、まあ、今後、キャラによって、出てくるキャラによってルーク後ろに置いたりって話になってくると思うんですけど、やっぱ火ダメが多いんでカリンをワンバックにして大回復すると、じゃないと追いつかないっすね。はい、定時に帰ってください。だから火力パーティーに対しては割と別に勝率は悪くないんですけど、なんか耐久パート当たるとクソゲー化するんで、まあ、そこいい編成なんかないの。で、てか、あれじゃん。スパイク落ちたんですか？スパイク何もしねえ。スパイクさーん。スパ
このクリティカルダメージを減らせればっていう点で回復量やば。まああのなんだチャンスラーはありなんですけど、チャンスラー入れたところでこの耐久力そんな上がるのかなっていう。ちょっとねスパイク君が動かなくて負けましたね。まあだから厳しいんじゃないかな、耐久パーティーを今、まあ、生半可で組んでるってのはありますけど、しかもこんなに素早く負けてますからね。もう一回いけるんで、もう一回いきます。いや結局ローアブライトを抑えられないと厳しいからチャンスラーなのかな。まあいろいろ試していければいいかなと思ってます。あの変速中、魔法型の変速めっちゃ好きだったんで、これなんかなっていうのをスパイク動いたね。睡眠が最近入りやすいんだが、起きてくれ。はい、起きた。回復。光の盾やってからちょっと回復したかったな。帰る。あ、沈黙ガラキ、俺。やばいかも。あぶねえ、ライアンだけだ。機械の盾。そう、沈黙ガラキなんですよ、ね。いいっすね。耐えることは耐える。10% 忘れてた。この戦いまではちょっとバッテリー持ってくれ。これ怖くなくなったね。やっぱ後ろ火ダメージカットありますしね。まあ、いろんな陣形、いろんなキャラを、試せるっていう点で、まだ救いはあるんですけど、これまずいかもしれない。大丈夫だった。回復しよう。回復しよう。回復しよう。やばい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 。やばいぞ。これ耐えきれれば。そう、有事だったらこれ耐えれるんですよね。耐えたスパイク、オッケー。これがスパイクの強いとこ。いえ、もう凍結とかさ、結構有利に働いちゃうんだよね。スパイクが最強と言われないゆえんですよね、これが。魔法銃解放さ、2000食らっていくよ。ちょ、一回か、さ、ん？あれやった？使った？かりんちゃん無効化倒れた1回目。あ、いいっすね、これめっちゃ入る。気絶入りますね、やっぱり気絶がラッキーですね。スニッパー消えましたからね。今後ルーク対策に気絶増えたらこの強いのかなっていう、ね、このスキルも謎なんですけど、回復量、死に戻りで回復量上がってますね。ドーン。はい、暗闇。オッケー、凍結されなくてよかったかな。やり投げめっちゃ入るぞ。4ヒットですかね、これ。出血入ってれば。ごめんなさい。オッケー。うん、まあまあまあ。まあ、こんな感じ。勝つ時もあれば、負ける時もある。僕、ジャック王いたからといって別に変わんない、そんなに。今回、ジャック王のとこが、クラハンだったのかな、ユキだったのかな。あんまり、なんか、ジャック王も 50% アップなんで、受けるダメージ的にはそんな変わらない。逆にジャック王の強いところは、ヒット数なんで、速攻パーティーの人はジャック王入れてないと、やばいかなっていうのはあるんですけど、まあ、こういうガチガチの耐久パーティー、ジャックをいても、まあ、回復するんで結局、まあ、ジャックを着て、フォーエバーエディションドライバー着て、アタッカーって感じで動かれたらさすがに耐久できないですけど、まあ、それは運のうちなんで、まあ、それで耐久パーが弱いなっていう話にはならないかなと。やっぱライアンね、強いんだよな。これをラムレザルにしたところで勝率上がるのかなっていう迷いがある中、まあこういう風に、勝てることは勝てる。
から、まあ、マスにはいけるんですけど、これでも多分。まあ、皆さんどんな感じで耐久パー組もうかなって思ってますみたいなコメントをぜひ下に書いていただければよく、良いです。あと、まあ、やっぱりさっきまで僕が話してた、いろいろな編成は僕がやってみたので、あんまり向きになってトパーズ使わないように気をつけてください。ということで、今回は覚醒ルーク、まあ、考察してみたでした。今度はラムレザルかチャンスラーで会いましょう。